バレンティン・ペトロービチ・グジュシコは、ソビエト連邦のウクライナ人のエンジニアである。セルゲイ・コロリョフ、ウラジミール・チロメイと共に、米ソ宇宙競争において、宇宙船とロケットに関するソ連邦最高設計者の一人で、あり、オーク部マイナス456を統括した。1938年、ソ連は大粛清の最中にあった。多くの人間が、 反対制派の権威をかけられていく中、逮捕されたグルシコは7月22日、当時設立されていたジェット水力研究所の所長であり、同僚、友人でもあったセルゲイ・コロリョフを国家資源浪費の権威でソ連内務人民委員部に告発した。この結果、コロリョフは他の研究所メンバーと共に懲役10年の刑を受けて、シベリアのコルイマ鉱山にある強制収容所に、 送られることとなった。コロリョフの補足事項として、刑期はその後減刑され、さらに途中で免除となる。その後、虚偽の告発が発覚し、逮捕と裁判も不当であったことが認められ、名誉回復が行われている。コロリョフは宇宙開発に関する数々の功績により、死後、国葬が営まれた。コロリョフは自分を陥れ、家族と引き離した。 本人がググルルシシコココであっっったたたたこここととととを後にににに知るるななそのためグルシコはコロリョフに大いに恨まれることとなった一方、グルシコも、用のエンジンを自分が開発し、コロリョフとの合作とも言える R-7 ロケットをめぐっては、ほとんど一方的に、ソ連政府や共産党から賞賛を受けるコロリョフに対し、その実力を認めつつも、技術者としての不公平な扱いに不満を抱いていた。 その後も、コロリョフによる自分の専門分野である、ロケットエンジンの技術に対する干渉に加え、N-1 ロケットに使用する推進剤をめぐっては、大水力エンジンを実現するための確実な方法として提案したヒドラジン系のエンジンを、科学的には、優れているが、被水力がケロシン系に劣ることや、人体への安全性の器具から、ケロシン系のエンジンに関わるコロリョフは、ガンとして、 認めようとしなかった。これらの確執から、生涯二人は互いに謝り合うことも許し合うこともできず、不仲なままであったという。1974年、グルシコは N-1 ロケットの打ち上げ失敗を重ねた、バシーリーミシンの公認として、NPO エネルギアと解消された第一設計局の総帥となり、1989年に死去するまで、 ソ連の宇宙開発に関与し続けた。ありがとうございます。